当代の、混合教日世紀に書かれた、マカハンヤハラミツ行の憲本、ヘブライ語免罪府弾刊抜硬靴で文書を選ぶペ、リオトンコウ文献は、1900年にトンコウ市の抜硬靴から発見された文書群の総称である。長らく、抜硬靴の壁の中に封じられていたものが、同志、応援により偶然に発見された。 東大以前の貴重な資料が大量に保存されており、その学術的価値の高さより、遁甲学という言葉まで生まれた。遁甲文書、遁甲写本などとも、1900年、罰工靴の第16靴の中にいた、同志、応援が崩れ落ちた壁の中に4畳半ほどの空間があることを発見し、その中に封じられていた大量の経典、写本、文献を発見した。 発見に至る経緯については、応援の証言にも食い違いがあり、はっきりしない。ところが、応援は、字が読めなかった。取り扱いに困った。応援はこのことを、地方官に報告したが、適当に処理しておけというだけで見向きもしなかった。この空間は後に、第17靴と番号付けされ、増強靴、宝庫などと呼ばれることになる。 この噂をどこからか聞きつけてやってきたのが、イギリスの探検家、オーレル・スタインである。1907年、スタインは、応援を言いくるめて、わずかば定銀4枚の台下に数千点余りの、経典の数々を、ロンドンの大英博物館へと持ち帰った。この功績によりスタインは、サーの称号を受けている。翌年に今度は、フランスのポール・ペリオがやってきた。 ペリオは中国語に精通しており、山積みの文献の中から、特に価値の高いものを選んで、数千点を買い取って、パリへ持ち帰った。この話を聞いた、新朝政府はようやく、敦煌文献の保護を命じ、北京へと持ち帰らせた。しかし、応援は一部をまだ隠し持っており、その次にやってきた、日本の大谷探検隊やロシアのオルデンブルク。 探検隊に数百点ほどを渡している。その後やってきたアメリカのオーナー探検隊は壁画を薬品を使ってハデで略奪していった。まず先にどうしてこの文献が壁の中に封じ込まれることになったのかを解説する。封じ込まれたのは11世紀前半と推定されており、経緯については2つの説がある。トンコーが成果により占領された際に経典を。 文書されることを恐れて隠したという説。不必要なもの、価値のないものをとりあえず置いておいたという説。一つ目の説は、井上康氏の小説、頓工が採用しているが、聖火帳は仏教を信仰しており、経典を破壊すること自体がありえない。この遁工文献には到底価値のなさそうなものが多数、含まれており中には、 習字の書き損ないと思われるものまであるという疑問が指摘され、現在では二つ目の説がほぼ定説となっている。ではなぜ当時価値がないと考えられたものが現代では大騒ぎされているのだろうか各国の研究者がそれぞれの国へ遜交文献を持ち帰った。スタインが持ち帰った文献は大英図書館にペリオのものは フランス国立図書館に、清政府のものは、北京京市図書館に収蔵された。大谷探検隊のものは、大谷洪水の失脚の影響で、留国大学、東京国立博物館、中国の旅順博物館に分蔵されている。ロシアでは、サンクトペテルブルクの科学アカデミー東洋学研究所に収蔵されている。他には、フランスのギメ美術館、 ロシアのエルミタージュ美術館、アメリカのハーバード大学附属フォッグ美術館などが収蔵している。このため、遁光研究が始められた当初は、各研究機関がバラバラに研究を進めていった。後に、マイクロフィルムによる相互の貸し出しが可能となり、国際的な研究が進むようになった。各国の代表たちが集まって行われる国際シンポジウムも、 多数開かれており、その学問としての多彩さは、トンコー学という言葉を生み出した。トンコー学の第一人者は、藤枝明である。さらに西のトルファンでも、多量の文書が発掘されるようになり、立体的な研究が進められるようになった。現在では、トンコー、トロバンと併称されることも多い。近年では、森安隆夫や李世浦の研究によって、 821年の長兄解明の際にとうとチベット帝国とウイグル帝国による三国解明が締結されたことが分かってきている。ありがとうございます。